休みの日にどこか行きたいんですが、いいところがありますかそうね。スポーツは好きはい。じゃあ、南スポーツセンターとかはどうスポーツセンター建物は古いけど、安くていいわよ。そうですか。休みの日にどこか行きたいんですが、いいところがありますかそうね。 スポーツは好きはい。じゃあ、南スポーツセンターとかはどうスポーツセンター建物は古いけど、安くていいわよ。そうですか。おはようございます。今日はいい天気ですね。そうですね。いい天気ですね。だいぶ暖かくなりましたね。本当ですね。 おはようございます。今日はいい天気ですね。そうですね。いい天気ですね。だいぶ暖かくなりましたね。本当ですね。すみません。郵便局はどう行ったらいいですかこの道をまっすぐ行って、二つ目の信号を左に曲がってください。一つ目の信号を左ですね。 いえ、一つ目じゃなくて二つ目ですわかりましたすみません、郵便局はどう行ったらいいですかこの道をまっすぐ行って、二つ目の信号を左に曲がってください一つ目の信号を左ですねいえ、一つ目じゃなくて二つ目ですわかりました では、金曜日の十時に来てください。金曜日の十時ですね。えー、っと、場所はどこですか?。受付に来てください。その後、部屋に案内します。わかりました。では、金曜日の十時に来てください。金曜日の十時ですね。えー、っと。 場所はどこですか受付に来てください。その後、部屋に案内します。わかりました。明日何時にしますか六時はどうですか六時はちょっと早いです。六時半でもいいですか六時半いいですよ。じゃあ、そうしましょう。 待ち合わせして一緒に行きますかそうしましょうどこにしますかじゃあ駅前の平和の鳥の像の前にしましょうえ、それなんですか私もわかりません駅の改札でもいいですかじゃあそうしましょう6時半に駅の改札集合ではいわかりました 明日何時にしますか6時はどうですか6時はちょっと早いです6時半でもいいですか6時半いいですよじゃあそうしましょう待ち合わせして一緒に行きますかそうしましょうどこにしますかじゃあ駅前の 平和の鳥の像の前にしましょうえ、それ何ですか私もわかりません駅の改札でもいいですかじゃあそうしましょう六時半に駅の改札集合ではい、わかりましたどこで日本語を勉強しましたか 日本語学校で勉強しました。どれぐらい勉強しましたか一年ぐらいです。そうですか。どこで日本語を勉強しましたか日本語学校で勉強しました。どれぐらい勉強しましたか一年ぐらいです。そうですか。 動物園、どうでしたか楽しかったです。パンダがかわいかったです。私は猿が良かったです。ああ、猿もかわいかったですね。また行きたいです。動物園、どうでしたか楽しかったです。パンダがかわいかったです。 私は猿が良かったですああ猿も可愛かったですねまた行きたいですホセさん辛そうだねはい昨日飲みすぎましたちょっと二日酔いなんですええー。坂井さんは二日酔いの時はどうしていますか 二日酔いの薬を飲むかな結構いいよ。へえ<ー>。でも、寝るのが一番いいけどね。そうですね。ホセさん、辛そうだね。はい。昨日、飲みすぎました。ちょっと二日酔いなんです。ええ。 二日酔いの時はどうしていいますか二日酔いの薬を飲むかな結構いいよへえ<ー>でも寝るのが一番いいけどねそうですねプーピンさんどうしたんですか最近よく眠れなくて体がだるいんですそれはいけませんね よく眠れないときはぬるいお風呂にゆっくり入るといいですよそうですか試してみますプーピンさんどうしたんですか最近よく眠れなくて体がだるいんですそれはいけませんねよく眠れないときはぬるいお風呂にゆっくり入るといいですよ そうですか、試してみますどうですかあの、すみませんはいこのやり方がよくわからないんですがああ、これはですねどうですかあの、すみませんはい このやり方がよくわからないんですがああこれはですねこちらは咳を抑える薬です一日三回食後に飲んでください食後ご飯を食べた後ですはいわかりました飲むと眠くなります 飲んだ後運転しないでくださいねわかりましたこちらは咳を抑える薬です一日三回食後に飲んでください食後ご飯を食べた後ですはい、わかりました飲むと眠くなります飲んだ後運転しないでくださいね わかりました。はい、北浦和フーズです。もしもしあのー、アニサです。ああ、アニサさんすみません。家に財布を忘れました。これから取りに帰ります。それで少し遅れます。あ,あ、わかりました。 おはようございます遅くなって申し訳ありませんはい、北浦和フーズですもしもし、あのー、アニサですあ,あ、アニサさんすみません、家に財布を忘れましたこれから取りに帰りますそれで少し遅れます あわかりましたおはようございます遅くなって申し訳ありません